日本鹿児島県日置市東一基町三山本、寺脇東一基町三山本寺脇は、鹿児島県日置市の大技、旧日置郡東一基町大技山本寺脇。郵便番号は899-2431。日置市の中部、上野川中流域に位置している。麻生駅の北方から東方にかけては、日置市東一基町三山、南方から東方にかけては、 日置市東一基町、寺脇、西方には日置市東一基町宮田がそれぞれ隣接している。麻生駅の中央部を南九州西回り自動車道が南北に通っており、宮山本線料金所、宮山パーキングエリア及び2008年に鹿児島方面のみのハーフ IC として設置された、宮山インターチェンジが宮山パーキングエリアに併設される形で設置された。また、 北端部を、日置市道三山上野川線が通っている。東市基町三山本、寺脇の小技は、大坊葉様、ま、大坊平、大坊、高之、瀬、文石、大穴、梶治温、井出口、下西の谷、上西の谷、控え松、内水、小谷口、梶治温平、留め宝、そろくそうがある。1889年に町村制が施行されたのに伴い、 伊住院座との北部の区域より、下井住院村が成立し、それまでの縄城川村は、下井住院村の大技名城川となった。1956年に、下井住院村が、伊住院町、東一市町、日吉町、氷山町に分割編入される際に、大和名和城川は、東一市町に編入されることとなり、編入の際に解消され、東一市町の大和。 宮間となった。2004年10月29日に、大和三山の一部より分割され、東一機町の大和三山本寺脇として設置された。2005年5月1日に、東一機町が、日置郡移住院長、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された、法廷合併協議会である。 日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。 この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が宮本寺脇から東一基町宮本寺脇に改称された。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。宮間パーキングエリア、宮間インターチェンジ。ありがとうございます。